えー、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは、えー。このビデオは第2週の3本目のビデオですね。はい。えっ、ー、と、このビデオでは、えー、Google Classroom を教師として利用する方法について話したいと思います。はい。えー、Google Classroom を教師として利用するには、最初に Google Classroom を作って、課題を出したり、採点したりする必要があります。はい。まずですね、この 前回と同じように Google Classroom のウェブサイトに行って新しいタブを開いてみてください。はい。そうするとこんな風な画面ができます。で、えっ、ー、と、もう皆さんはですね、その未来の日本語教育組の、えー、Google Classroom に入っていればもうこれがありますが、入っていなければ何もないかもしれませんね。で、新しく Classroom を作るには、この右上のプラスのボタンを押します。 あ、そう、ちょっとね、これ、えー、また見,見せましょうね。はい。これで赤くなって見やすいと思います。右上のプラスのボタンを押します。で、学生として入るときはジョインクラスですけど、先生として入るときは、このクリエイトクラスルーム先生として作るときですね。それはこのクリエイトクラスルームを押します。でそうすると、こういう画面が出てきますね。で、これは、あの、皆さんが学校で使うときは、あの、えっ、ー、と、本当の G Suite for Education を使わなければいけませんが、ここでは、えー、この未来の日本語教育組の中で、えー、試しに使ってみるだけですね。ですから、ここにチェックを入れて、Continue を、えー、押してください。はい。で、実際のですね、えーあのー、細かい使い方は、すみません。このビデオに、あのー、えー 見ると分かりやすいですね。でも、それ、あの、実際には、あこれ見なくても、あの、私の、あの、えっ、ー、とですね、Google Meet の時間に、あの、実際に体験してもらっても大丈夫です。はい。えー、ちょっと待ってね、これ。はい、えっ、ー、と。 はい。えっ、ー、と、このスライドのリンクは、えー、ビットリースラッシュの TTCB の23です。さっきの YouTube を開くときは、このスライドをまず開いて、そこからリンクを開いてみてください。はい。えー、このビデオに知らなかった言葉があったら、えー、暗記、クイズレット、メモライズ、こうしたものに記録して復習できるようにしておいてください。はい。それでは私の方からは以上です。えっ、ー、と、水曜日に Google Meet でお会いしましょう。失礼します。